なんか、はい、はい、シーコは普段どんな感じの考え方を持たれてますか？はい、ですね、まあ、本当に単純なんですけれども、うん、一番最初に教えて、もう何十年も前ですけれども、はい、教えていただいたことがありまして、それの通りにやってるという感じです。だからあまり自分では考えてないです。ブラシを使ってますか？はい、はい、そうです。ブラシね、はい、ブラシなしで今日ちょっと練習をするということで、はいはい、まあ練りチークっていうのがあって、はいはい、ちょっといいですかね、はい、こんなパレットがあります。わあ、はい、これね、ちょっと卵っぽいでしょ。ああ、本当だ、卵っぽい。なんてでしょう、はい、はい、すごくエネルギーのあるパレットですよ。そうなんですね。はい、でここ、開けてみてください。はい、はい、あ、こっちですね。はい、はい、開けます。で、ちょっと押すしたら、はい、しっかりともらって、はい、ポカンと開いた時に、はい、右にネリのファンデーション、これネリ、うんうん、で、左に同じ大きさで、うん、はい、パープルの、これはパウダー、いわゆる顔色を明るくするハイライト、うんうんうん、で、ここに鏡、はい、上は鏡、鏡ですね、これ鏡です、はいはい、そして左上が端が、うんうん、今左、この鏡の左です、はい、あ、ここです、はいはい、これがチークになってます。え、上についてるんですか？で、これパレットだから、うんうん、一つのパレットで全部できるんですよ。あ、なるほど、なるほど、はい、はい、わかりました。わかります、はい、で、その今、ネリのチークの、はい、ちょっと直径を調べてみてください、どれぐらいか。丸いんですね。丸いです、はい。あ、結構大きいですね。大きいでしょ、はい、どうです、いけます？これは何色なんですか？これはね、うん、コーラルピンク、うん、だから血色を上げるのには、うん、まあ、外れのない色なんですよ、うん、色落ちしないから大丈夫です、はいはいはい、で右が鏡、うん、どれぐらい大きさか、はいはい、結構大きいんです。そうですね、3分の2ぐらいですね。そうです、そうです、はい、はい、でも結構下はファンデーションと、うん、そのあれが大きさがちょっと、うん、上と違うんですね。同じ大きさなんですけど、うんうん、これは丸と違って、うんうん、ちょっと四角っぽくなってると思います。あ、本当だ、本当だ。そこから、うんうん、これがファンデーションですね。で、こっちがあれですね。これが、そうです、そうです、うん、ちょっと違うでしょ。仕切りが質感が違うでしょ、うん、そうですね、こっちはペタペタとしてて、こっちはサラサラ、そうです、そうです、はい、はい、で、このペタペタがこれネリ、ネリチコですね。で、チークもネリになります。面白いですね、面白い、初めて見ました。そうでしょ、うん、で、チークをつけるときに、はい、さあ、どれぐらいつけるかということなんですよ、うん、このね、タッチとしてね、うん、で、指の、人差し指と、はい、どうしよう、ちょっと、ね、自分でするときは、うん、どうしたら覚えやすいかな、左手、右手、両手で色つけたら手汚れますもんね。右手だけにしてティッシュで拭いてっていうやり方をしないとね。あ、両方でこうやるってこと？うん、まあ、バランスは取れやすいんですけど、そうですね、ただその、うんうん、ちょっとね、両方つけると、うん、メイクの途中でほらまた汚れて、汚れるかいろんなところついていったりして、あんなんで、まあ、チークは最後でもいいんですけど、うんうん、一応ちょっと待ってくださいね、うん、やりましょうか、はい、じゃあまず、はい、どれぐらいをつけるかっていうのを、はい、やりますね、はい、ちょっと待って、これ今、わかります？はい、指の先っぽにちょこっとついてると思うんですよ、はい、ですよね、うん、こういうつけ方すると、うん、ボンとこうつけた時に、うん、ムラになりやすいんですよ。わかりますよね、うん、ここだけ強いから、うん、でも点になるんですよ、こんな人の方がね。あ、そうかそうか、わかります、はい、はい、で、うん、メイクを、はい、メイクってグラデーションもすごく大事なんで、はいはい、まあ、あんまりいきなりバンとつけるんですよ、うん、これね、普通ブラシでもそうなんですけど、うん、から、はい、第二関節ここら辺までちょっと取れるようにひっつけて、はい、ちょっと広めに取ってください。まずどこにあるか。あ、そうです、うん、広めに。こんな感じですか、ね、はい、どうですか、だいぶ取れましたよね。だいぶ取れました。だいぶ
ついてますこれね、はいはい、ついてるので、うん、これ今日本にここからここまでついてるんですよ、はいはい、でこれを、うん、いきなしいきますよもう、うん、練習なんでね、はいはい、付ける位置は、うん、左手で確認しなありませんね、はいうん、骨格を先ほど言う骨格ってどこですか、うん、これですね、うん、ありますね、はい、これ骨ずっと、うん、で指一本目のこの下、うん、これは入れないって言ってください、うん、ここはいはいでないと、ね、上につきすぎるので、うんうんうん、こう指一本ですよ、はいはい、そうすると、うん、グッと骨にと押し当てた時に、はい、へこんでるとかあります、あります、あります、はい、このへこんでるところからこの頬骨のここ、うん、ちょっと押さえてみてください、うん、ここら辺、うん、ここだったら低いんですね、うんうんうん、でちょっとこの少し上ここありますよね、はいはい、ここに、はい、つけるんですね、ね、その時にね、はい、こういう感じ、あ、なるほど、こういう感じですか、はい、ちょっとはいはい、そのままストップ、はいはい、でちょっと外してます、うん、でこの今ついてるのは色がムラになってるんですよ、はい、で普通このままいくとちょっとまあつけすぎてるけどいいんで、はいはいはい、そこをぼかしていきたいんで何度かトン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 押してみてください、同じところ、はい、で色がこうだんだん、はいはいはい、そんな感じです、うん、そうです、ちょっと丸くなるよう意識して少し、はいはいはい、色ついてきましたよ、うん、で最初につけたところだけちょっと少し、うん、あのムラになりやすいんで、はい、そこをそうですちょっとぼかす感じ、はい感じ、うん、はい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 、うん、で最初ちょっとこう初めてやったんでここまでついてしまってるんです、はい、これちょっとつけすぎなんです、はい、ここ場所はね、はい、でここからこれぐらい意識をしてるんです、はい、ちょっと鼻の先近くまで来すぎたんですね、うん、はい、でちょっとこうぼかしていくときはこういう方向をぼかすので、ね、はい、ちょっとどれぐらいか見ておきますか、うん、カメラで確認してもね、うん、色入りましたね、そうですか、うん、入りました、入りました、はい、右の方は結構しやすいと思うんです、はい、右手でね、あ、そうですね、そうかもね、じゃあこの方向、今ついてる方向が、はい、ちょっとイメージしておいてください、はい、どれぐらいついてるかって、これぐらいついてます、うん、はい、面で言うと、はい、分かります、うん、これぐらいのところに今チークが、はい、でこれ何度かこうぼかしたんですね、うん、でこの方向と同じ方向にこうしなきゃなので、うん、分かりますかね、そうですね、ひねることになりますね、こう持ってくから、うんうんうん、位置を間違わないでだからね、はい、何かっていうとこう入れて、はい、こうつけるのと、はい、こう入れて、はい、こうつけるのはつく位置が違うでしょ、うん、そうですよね、だから、うん、こうしたら、うん、ちょっとね、ひねるわけにいかないな、こうして、どうですか、左は左手でやるとかそれでもいいですけど、うん、そうしますか、そうしか分かりやすいですね、そうですね、右手でこういうふうにここを確認してこう、あ、そうやね、そうです、うん、じゃあそうしよう、じゃあそうして、うん、でもしこれまだ残ってたら悪いんで、うん、もうベタベタついていくじゃないですか、うんうん、だからちょっと一旦拭きましょうか、ありがとうティッシュを置いといてね、これ、はい、ちょっと一回、はい、ありがとうございます、はい、結構ネギなんで、はい、結構そうです、これでもう取れちゃいました、取れました、はい、はい、取れました、はい、ありがとうございます、で同じように左側の、はい、ちょっと骨格を意識して、うん、はい、とにかくその骨格をね、はい、ポイントに、はい、はい、そうですね、ですね、できるだけ手伝わないようにしながらも見てみて、はい、それ感触をそこ、それそうですよね、はい、結構ベタっとついてるでしょ、はい、これね、そういう感じですね、はい、で今ついてるのもちょっとベタっとつきやすいと、このままいったらね、はい、ちょっと強いと思うんで、うん、もしかしたらティッシュでね、今の手取って、うんうん、お家でちょっとティッシュこう前に置いておいてね、はい、ちょっと一回ね、うん、緩めた方がいいかな、うん、はい、OK、はい、それでだいぶ感じるかなと思います、はい、方向はいいんですけど、はい、
尺と一緒でちょっとタッチしたところだけがボケてないんで、うん、ちょっと、うん、何でしょう、これ今指でこう吸ってますよね、はい、うん、はい、左手で今やってますよね、はい、そしたらこう、さっきどうしてこう置いてくれました、そんな感じですね、置きましたね、はい、でここだけが濃くなってるんですよ、そうそう、だから、うん、ちょっと角度変えたりしてこうぼかして、うん、ああなるほど、うんうん、こういう動きで、はいはい、ぼかしていく感じです、そうして、うん、なるほど、で骨格意識してください、骨格意識、はい、骨格意識 OK ですか、うん、はい、はい、でその今色付けたチークの手を、はい、アイホールって分かります、はい、そのままアイホールにちょっと隠し味でつけてみてください、はいはい、こうですか、はい、軽く、はい、手についてますか、多少ありますかね、あ、ついてますね、はい、はい、これがちょっと薄く、はい、なぞると今ここについた色がここにもちょっと分散されるんですよ、はいはいはい、でなんて確認できない時、ちょっとつけすぎたなっていうことがあるかもしれません、うんうん、そしたらつけすぎてるということは練りなんで触ってもらったらベタッとしてる、わかります、うんうんうん、その感覚をちょっと手で感触を覚えてほしいんですが、うんうんうん、今どうですか、こう見ててどんな感じします、右と左、あ、左の方がちょっとベタつきがありますね、ピンポンです、うん、その感覚を覚えてください、うん、はい、そしたら右はスーッと自然にグラデーションできてるのに、ちょっとどっかベタつきありますね、そうです、ありますね、あのちょっとムラになってるっていうことです、はい、で1回ついてしまうと結構色々つくんで、うん、まあ、徐々にその感じを、はい、うん、覚えてもらって、でその今ついた色ってここに手についてますから、はいはい、これを振りますね、はい、これ初めてですからね、今やってるね初めてで、このチークすごいですよ、でも何がですか、上手ってことです、本当に、うん、そうですか、この感覚、まあそれ多少ね、はい、それは、はい、あの、はい、ムラはありますけど、はい、でもこの骨格に合わせていくということを覚えてもらうと、うん、はい、そうですね、それはもう、はい、大きな間違いがないです、ないですよね、この頬骨のところですよ ね、 ですね、うんうんうん、これぐらいの、まあ、はい、チークのイメージってね、はいはい、そうです、そうです、うん、そうですね、はい、こんな感じです、はい、これがね、あの要するに舞台で華やかなメイクするときに、はい、チークって必要じゃないですか、うん、そうですね、その時の付け方で変わりますよ、はいはい、あ、そうですね、だから普段はこれぐらい、3分の1、で、2倍、3倍っていうふうにしてちょっとこう強くしていく、強くしていく、うん、はい、そしたら、はい、ステージでこう光が入った時でも、うん、まあまあそんなに、はいはい、白くならない感じ、ね、なるほどね、うん、強くするんですね、強くする、これ以上に、ね、華やかに、はい、今はもう十分こう結構明るくなってます、はい、うん、ステージぐらいいってるかなっていうぐらい、そうですか、はい、まあ練りなんでね、これどれぐらいっていうことを覚えてください、はい、ですね、はい、ありがとうございます、楽しい面白いです、僕は初めて触りましたね、そうね、一通りね、ある程度やって思って、これは市販されてるんですか、これね、あの言われた小林照子先生って、はいはい、僕の師匠さんなんですけど、はい、あの有名な方で、ね、あ、そうそうそう、はい、ご存知ですか、知ってます、はい、会ったことないけど、はい、その方が今御年83歳で、はいはい、あの今までの60年か50年、もうその美容人生で作ったのがこのパレットなんですよ、そうなんですか、なんで練りにしたんですかね、なんていうかな、乾燥をする方がやっぱ年々、年齢とともに乾燥ね、はい、乾燥を防ぐということもあって、うん、まあ、フィットしやすいですね、うん、このファンデーションもね、うんうん、で最終的にこの粉で、はい、その上に T ゾーンとかね、明るいところにね、うん、粉をつけるんですよ、うん、そうすると、くすみが飛ぶ、
あ、そのベタベタってしたファンデーションはどうやって塗るんですか？今と同じように塗っていくんですか？これはね、あの、うん、ブラシがあるんですね。あ、そうなんですか。要はでもこれもファンデーションが、はい、あのつけてくれてるんで、はいはい、普段このファンデーションなしでやる場合は、はいはい、これ先に練りでつけてもらったらいいです。うん、まあ一回、ね、まあ、あの いっぺんには、はい、今日はあのね、ベースはできないんですけど、はいはいはい、とりあえずポイントメイクでいくと、はい、眉と、はい、チークと、まあ、リップはあれですね、指でされてる。え、あの本体でこうつけるね、ブラシでこう、ね、広げてないなぞってやる。リップどうですか、はい、難しいですか、それかアイラインの方が難しい。アイラインなのね、難しい。あのリップはなぜかできるところなんですね、言われてましたもんね、はい、じゃあそのアイラインをちょっとやって終わりましょうか、ね、はい、はい、お願いします。疲れてませんが大丈夫ですか？いや全然疲れてない。面白い、面白い。よかった。はい、すごい面白いです。じゃあアイラインいきますね。はい、お願いします。はい、前回このアイシャドウと、はいはい、これ使い方はいけました？うまくできてるかどうか分かりませんけど、一回やってみます。そうですね、はい、お願いします。じゃあ、はい、はい、それですね、はい、はい、今一回塗りでしたよね。そうです。それね、あの、真ん中から、はい、ちょっと待って、悪くはないんですけど、うん、真ん中ちょっとこっちが置いたんですよ。あ、そう。真ん中へ置いて、うん、そこから左右にこういう動かしをしてます。うん、ワイパーで、そうしたら馴染みます。あ、そうなんですか。はい、で最初からそういう風にやるんですか。最初指でトンとこのままこう曲げてやると、うん、さっきと同じように。点で作るんですよ。うん、だせっかくこうグラデーションになってるから、うんうん、第一関節これぐらいまでついてるわけでしょ、はいはい、そうすると、はい、真ん中一番広いところ、はい、うん、そのまま最後に動かします。あ、なるほど。そうです、そうです。それ2、3回やったら馴染みますんで、あ、バッチリバッチリ、あ、バッチリ、ハイライト、こう入ればいいんだ。そうです、そうです。何でもやっぱり聞いてもらうとね、分かりますよね。あ、じゃあ今度は右やってみます。右やってください。あのタッチする位置ね、位置だけ間違えない、真ん中へね、はい、水平に、そう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 、左右に動かします。はい、綺麗になりましたよ。なりましたか、はい、ちょっと動画だけ撮ってみますね。はい、はい、はい、うん、OK、これをあの、はい、結構タッチしやすいでしょ、はい、一回グラデーションファンタッチっていうんですよ、ね、はい、要はこれはもう本当に指の角度をこう持って水平に入れて、はい、でこのまま水平に立てて、はい、これで水平に入れてこう動かすということです。はい、はい、これはそんなに失敗してないと思いますよ。そうですね、うん、これはそんなに難しくないです。はい、そのために僕作りましたから。すごいですね。ちゃんとでもついてるんですか。ついてるんですよ、本当に。はい、あの感触的にはすごくしっとりしてるでしょ。そうですね、うん、このしっとり感が、はい、いいですね、はい、しやすいですね、はい、さあそれでは、はい、いよいよアイラインですね。はい、はい、このアイラインがですね、はい、細かったらやりにくいと思ったんで、やりにくいです ね、はい、こんな感じですね、はい、これ、こっちでいこう、うん、でも開けますね、はい、もありがとうございます。開けてもらうということですね、はい、この量は触ってもらわないと、うん、はい、ちょっと待ってます、はい、こんなのもあるんですね、はい、これね、うん、そうなんですね、わー、面白い。これあのプロのアーティストが結構好んで使うメーカーで、そうなんですか、あのメイクアップフォーエバーって言います、うんうんうん、ニューヨークの会社のね、ニューヨーク、質がすごくいいので、使いやすいと思いますが、ありがとうございます。わかります、はい、どっちかわかりますかね。そうですね、こうですね、そうですね、はい、で、うん、今もこう皿なんで先っぽをちょっと確かめてもらいましょうか。はい、ちょんってなってるでしょ、はい、これがだんだん使っていくとですね、うん、もちろん減っていくので、うん、僕が使ってる方は、うんうん、これちょっと比べてください、はい、先を、はい、ありがとうございます。あ、本当だ、うん、ちょっと丸みになってます。こっちは細いですけど、はいはい、この丸みの方が、うん、まあ
無難に描きやすいかなと思って、うんうんうん、でまあ次は皿なんで、はい、これを使っていきますが、はい、これ何色なんですか、はい、グレーとブラックという感じですね、はいね、はい、ペンはい、ズームってことですね、はい、でこの時はね、はい、確認の仕方としては、はい、感覚で、はい、左手で、はい、ひひここをつけて、はい、うん、はいはい、でつけて、うん、どっちから書きます、右目、左ですね、左から、はい、で左目を、はい、普段どうするかな、まあ、目の今ちょっと確認作業ですね、はい、この際ですよね、うん、確認ですね、はいはい、でこの際につけていくんですが、はい、安全策を取るのに、はい、真ん中からいきましょう、目頭からいって、うん、あ、そっか、でもいつも端からやってますか、はい、この端からやってます、うん、じゃあやりやすいのもう一回やってみましょうか、そうですね、ちょっと確認しますからね、細かい作業なんて、最初持ってくのが結構難しいんですよね、あ、わかりました、はい、怖いですよね、うん、どこかね、普通ここをこう持ち上げます、はい、大丈夫ですか、はい、持ち上げます、グッと持ち上げてください、はい、どうですか、はい、グッと、はいはい、そしたらペコンと上がほら、まつげが上上がってます、ね、はい、上がってます、上がってます、そこのまつげの際に描くつもりで、はい、最後に動かしてください、ラインで引こうとするんじゃなくて、はい、この辺ですか、そうです、そうです、そうです、こういう感じ、うん、それを左右に動かしてください、あ、こういう感じ、そうで、そのラインにそこのとこ行ってますよ、本当に、うん、今、書き出したところは真ん中でしたね、はい、はい、で今度その真ん中から今度逆の方に、はい、ポンと出して、うん、次は上ですよ、この辺ですね、うん、そうそうそう、まつげの下を描くつもりで今見て、今いい感じです、今いい感じです、はいはい、もうちょっと、ああいい感じ、そこで OK です、はい、真ん中からのがやりやすいでしょ、うん、そうなんですよ、これはすごい発見ですねこれね、なんでだろう、一般の方にも言うけど失敗、はい、真ん中って太くなっていいんですよ、うんうん、でも目頭って細く描かないと、うん、ボタイとついてしまうんで、変なところに当たったら大変ですよね、そうです、だから真ん中からある程度やっていって、はい、で、前襟に向かって、うん、それから前頭、うんうん、今、僕確認しましたけど、はい一枚のところにスッと引けましたよ、本当に、はい、ああよかった、こちらからなんか自分ではまつげの内側に描いてるような感覚になる、それでいいです、それでいい、それを今やったんです、あ、そうそうするとね、なんか今まではまつげの上に描こう、うん、上に描こうとしてたんだけど、だからなんていうかな、感覚的に言うと、はい、失敗してね、ベタッとどっかついてしまうよりか、まつげの上げたら感触わかるでしょ、わかりますね、僕らも、はい、アイラインをできるだけ自然な形にするときは引っ張り上げ、こうするんですよ、はいはいはい、で、まつげの上なしでこの生えてるところを埋めてるんですよ、それがもしできる、今までできると分かりやすかったら、はい、これ感覚が分かるでしょ、分かる、まつげの口やっていうのは、はいはいはい、そこを埋める感じでやってもらったら、で、これ一回描くと、はい、にじまないんで、あ、そうですか、いいと思います、あとはもうクレンジングして落としてもらうんですね、はい、はい、分かります、いいと思います、でちゃんと描けてますか、描けてます、本当ビックスでしょ、おで、ね、この、はい、ここの、はい、描くときは、うん、今みたいにこの肘をね、肘を、はい、当てて、はい、で、安定感の、そうです、安定感をまず大事にして、そうです、はい、それから、はい、これも安定させてね、うん、はい、どこかをまずタッチして、はい、ん？
この最初が難しいですね。書き出した時はもうなんかどこ入ってるか分かるんですか。はい。ああ、いや最初だけやね。そうです、最初だけが難しい、はい、でも今左指でちょっと誘導したらなんとか、左指でこういうふうにして、うんうんうん、この縁を触って、ね、そこからこういうふうに下ろしてくると、はい、分かりやすい、まあ、大体こんなとこかなって、うん、そうですね。左で描いた時のアイラインと右のアイラインはどうでした、はいはい、感じ左の方が描きやすかったです。描きやすかったね、はい、で右が今やったところは真ん中描いてこっちが描いて、はい、描きましたけど前頭に向かってないね、はい、忘れてません、前頭の方描くの真ん中をまず決めますよね、はい、あ、そうそう、感触的には、いや前自分でやったのよりもずっとやりやすいです、うんうん、あ、よかった、はい、これなら大丈夫でしょう、はい、これが慣れてくるとあのリュウちゃんの目でもここの部分っていうのは、はい、あの少しこうなんていうかな、皮膚がこうかぶさってる部分もあるんですよ、はいはい、だから、はい、ちょっと太めに描いたぐらいでは、うんうん、今のやり方してると全然気になりません、はい、逆に上から描くと、はい、多分ここに当たると思うんですよ。あ、そうかもね、うんうん、で変にこうラインが入ったりするとあれなんで、はい、それをうまくこう、はい、色をつける時にこういう左右のこの動かし方しながら、はい、なんかみたいにやってもらうと、はいはい、タッチがしやすいかなみたいな。ありがとうございます。これはすごい大発見。大発見でしょ、もうこれで、ね、これは絶対大丈夫だわ。大丈夫です、練習すればすぐ描けるようになりそう。はい、あの最初の位置さえ間違えないけど、そうですね、そうそうそう、はい、そこはないですね、最初の位置さえバチッとこう、うんうん、真ん中に持っていければ、はいはい、あとは左右にね振ればいいだけですから、いす、はい、ありがとうございます。これねすっごく難しかったんですよ。よかった、よかった。そのまつげの下側に描くっていうのはすごい発見ですね、うんうん、ね、描きやすくなってすごいですね。いや嬉しい。一旦ちょっと止めますね、うん、これは大丈夫だわ。あ、よかったよかった。これはもう削らなくてもこのままずっと使えるんですね。そうですね、減ってきた時に、ここに開いてくるのでここから、はいはい、ちょっとこう、はい、こう持ってもらって、はい、こうですね、うんうん、これ今こう、これ今 出てます。これ凹んできて、はい、減ってきたら、あ、はい、ここ回すですよ、こうやって、よくやって、で、ここへ出てくるんで、ビューって前に、はい、じゃあ普通のやつと同じような原理ですね。原理です、はい、はい、わかりました。わー、お疲れ様でした。あっという間の、もう終わり、もう4時5分ですよ。4時5分、ありがとうございました。ですね、まず本当に驚きましたのは井出さんがよく考えてくださるってるってことですね。で、見えない私がどのようにしたらできるかっていうのを本当に多分ね、今笑ってらっしゃいますけれどもすごく考えてくれたと私は思います。でね、ああでもないこうでもって考えて、そして実際にここでやらせていただいて、でやっていく間にもっといい方法がね見つかるんですね。その方法がやはり本当に素晴らしいんです。私が一人では思いつかないような視点からの方法、例えば本当にびっくりしましたのは、そのアイラインを入れるときにですね、普通はこのまつげの上からここの 上からこういうふうに描くっていうイメージなんですけれども、こういうふうに引っ張り上げて
まつげの下の方からかけって、ね、言われまして、それは本当にびっくりしたんですけれども、やってみたらすごくやりやすくて、ああこれなら自分でもかけるなっていう自信にもなりましたし、現実にちゃんとかけたようで、いやヒデさんすごいな、よくこんなこと考えてくれたなと思って本当に感激しました。で、見えない状態でのお化粧っていうのはやはりイメージとしてはすごく難しくて、特に私のように舞台でも華やかなお化粧ができるようになりたいっていうのはかなり難易度が高いとは思うんです。ただ今日やってみまして、この人となら絶対できるようになるなっていう本当に確信が生まれました。これは本当にやりがいがあるなっていうことと、必ずできるようになって華やかな姿をヒデさんにお見せしたいなということを思った次第です。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。